杉節をこのステージでお楽しみいただきます。日本酒列車にご乗車される皆さんもぜひステージ周辺にお集まりください。さあ、八杉節保存会の皆さん出てきていただきました。どうぞ大きな拍手をお送りください。八杉節保存会は全国各地に支部があるんですが、本日は関西支部の皆さんです。改めましてどうぞ大きな拍手をお送りください。さあ、2017年下期の NHK 連続テレビ小説ワロテイカにも登場しました八杉節。島根県の代表的な民謡で、土壌すくいの歌としても全国的に広く親しまれています。八杉節は民謡だけではなく踊りと銭太鼓で構成されているんです。さあ、それでは最初にご披露いただきますのが八杉節の歌。まず弦、八杉節では三味線のことを弦と言います。それと鼓なんですけれども、はい、この弦ですね。はい、そして鼓なんですが、大鼓そして小鼓を同時に打つというのも八杉節にしかありません。弦も鼓も歌も3級から師範まで毎年1回資格審査が行われます。階級による優勝大会も毎年8月お盆の頃に3日連続で開かれます。関西支部は毎年好成績を収めています。それではご披露いただきましょう。お願いします。ではよろしくお願いいたします。
すぎるし純名人天国純名人の田村美晴です。もう一人、林理恵師範現師範でございます。つづみが、森ゆかり、つづみ師範です。歌が私、高木かえ、新藤さとと、歌の部門大師範であります。はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。